はい、皆さんこんばんは。ね、選挙のね、行方、ちょっと皆さん気になっていらっしゃると思いますので、選挙速報、聞いてみていただきながら、ツイキャスの方もよかったら、ちょっとお耳を傾けていただけるとありがたいです。はい、皆さんこんばんは。そうですね、本当にね、毎日、日々いろんなことが起きますよね。まあ、今週は特に皆さんやっぱり、安倍元総理のね、銃撃での暗殺っていうのが一番大きな衝撃で、ものすごく、心痛めていらっしゃったり、悲しまれている方もたくさんいらっしゃると思います。それだけね、影響力が世界的にというか日本中にもそうですけども大きい方だったので、はい。で、今日のゲストは第2弾でね、2回目でご出演していただけるんですが、ウクライナの首都キーウ在住の法人高垣文也さんがお話をしてくださいます。でも高垣さんにとってはもうずっとですね、ロシアの全面侵攻が始まってからだったら、4ヶ月半経過している間にね、たくさんの人がもう毎日のように亡くなっていくっていう子供が殺されたりね、お年寄りや女性が殺されたりっていうのをずっと見てきてますから、毎日ね、誰かの大切なかけがえのない人が亡くなっていくっていう、その戦火の中で高垣さんは、日本人ですから、本当だったらとどまらないでもよかったんですが、18歳以上、60歳未満のウクライナの男性がとどまっているのに、自分は撤退するわけにはいかないというふうにおっしゃられて、ウクライナに留まって、民間支援ですね。子供たちへの物資の供給だったり、はい。子供たちの心のケアですよね。少しでも甘いお菓子を送ってあげたい。小さいものでもおもちゃをね、届けてあげたい。もうこの毎日の悲しみの中で少しでも笑顔になれるようにという活動を続けて、来られています。はい。高垣さんから貴重なね、生の情報を今日も聞かせていただこうと思います。今お電話をおかけしてますので、ちょっとお待ちください。もしもし。高垣さん。はい。はい、こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみませんか、高垣さん。またお世話になります。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。はいはい、もう日々、ボランティア大変だと思うんですが、高垣さんの服装もだんだんこう、半袖とか、ノースリーブとか、短パンとかになってきて、ウクライナは今は、気温平均で、どれぐらい、大体ね、はい、30度ぐらいに上がる、天気の時は上がるんですよ。はい、はい。雨が降ったら18度とかに下がって寒くなって、今日はジャンパー着てたんですけどね。あ、そうですか。日本の夏よりはまだ涼しいですか？いや、全然涼しいですよ。あ、そうなんですね。北海道に行くような感じですから、ね、そうですよね。はい、緯度の方がだいぶ高いですもんね。はい。はいはい。雨が降ったら20度切るぐらい涼しいんですね。そうなんですよ。涼しいというか寒いんですよ。あ、寒いんですか？外にいてたら、はい。昨日も子供がうちに来てたので、はい。その、遊具の公園に連れて行ってたんですけど、ね、はい。はい。寒くて。あ、そうですか。ジャンパー着て行きました。もう半袖だったら寒かったんですね。そうです。
そうですか。まあね、高垣さんもツイッターの方書かれていらっしゃいましたけど、日本でのニュースはウクライナの方ではちょっと報道なんかもあったんでしょうか。まあフォロワーさんからすぐ、はい、ね、その、はい、事件を知らされまして、はいはい、それで僕もちょっとね、はい、ツイートしたんですけど、びっくりしましたね。ねえ、本当にね、なんか日本でそのね、元とはいえ8年8ヶ月も務めた総理大臣だった方がね、銃撃されるって、はい、また銃撃というのが本当に驚いたんですけど、まあ本当に大きなニュースに日本ではなってたんですが、そうですね、すごく残念ですよね。はい、まあもうたくさんの人がすごく悲しみに暮れてるんですけど、まあ今高垣さんにお電話する前にも皆さんにこうお話ししてたんですが、はい、まあ高垣さんはそういう銃撃、まあ砲撃だったりっていうのがもうずっと見聞きしてるわけじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、たくさんの方々が、家族が亡くなられたり、まあ、亡くなったかどうかもわからない、まあ、軍として戦われている息子さんがいる家庭だったり、お父さんがね、戦いに行ってる家庭だったりというふうに、もうウクライナではたくさんの家族がバラバラになってしまったり、はい、はい、もうずっとこういう、まあ、悲しみが続いている中で、なんか半世紀ほど逆戻りしたような感覚ですよね。なるほど、はい。まあ、前回出ていただいた時からもうちょっと随分経ったんですけど、はい、あれからその、まあ、前回お話ししていただいた時には、はい、高垣さんはもう見たまま聞いたまま嘘なんかねつかないで、本当に自分が見聞きしてきてるすべて本当のことをね、嘘なんかつく必要ないですから。そうですよ、はい、ね、全然嘘なんかつく必要もないし、全く、まあ、ないですね、はい、中には僕が言論統制されてるとかいうような、脅されてるとかいうような人もいてるけど、ね、そんなことウクライナ全然ないんですよ、はい、本当に、はい、反対にロシアではですね、まあ、今日ニュースで初めて実刑が、はい、下ったということで、ロシアの区議さんですね。うん、区議会議員が、その、ウクライナへの侵略をね、まあ、非難したわけですよ、ロシアの中で。まあ、そうすると、まあ、法律を作られてて、初めての適用だそうなんですが、本当に7年という実刑を食らってしまって、人をね、殺さないでくれって言ってる人が、まあ、政府へ、まあ、嘘のね、ことを言ってる、政府がやってることで嘘のことを、まあ、流してるみたいな罪に問われて、実際に、その、実刑でね、裁判で、まあ、そういう判決が。勇気ある人やね。そうなんです、そうです。本当に勇気のある人だと思います。もう、その、やっぱり自分の身の、ね、危険を、犯してでも言わなければならないということを言われたので、とても立派な政治家さんだと思うんですけど。そうですよね。ねえ。もうその人殺しをやめろと、ね、本当に、ロシアっていうのは、はい。反社会勢力と同じなんですよ。うんうん、本当そうですよ、ね。だから、まあ北朝鮮もそうですけど、うんうんうん、本当の真面目なこととか正義のことを僕らが考えてる正義をやったら、それはまあ言うたら罪なんですよ。反逆罪とかこう悪いことしてることに取られるんですよ。恐ろしいですよね。その人間として一番大事な、はい、まあ自分の命も大事ですけど、周りの人の命も大事じゃないですか。はい、ねえ、その命を、はい、命を無駄にするなと、人を殺すな、まあ、ロシアに行って戦ってるロシア軍の命も大事ですし、はい。で、あの人らもある意味、被害者なんですよ。そうですよね、本当に。で、そういうことをやめろっていうふうに言った人の
言葉がですね、もう罪になって、7年間もこれから刑務所に入らなければいけないと。かわいそうにね。ね、で、まあ、見せしめじゃないですか。どんどんこういうことを言えなくなってしまう。で、日本っていう安全地帯の中でね、日本はもう、まあ、ああやって銃撃された安倍さんに対しても過去にですね、まあ、ひどいこと、まあ、そういうのが政治家さんもしょうがないっていう意見もあるんですけど、安倍さんなんかもう死んだらいいみたいなね、そういうことを言われ続けてきて、そういうことを言っても取り締まりももちろんないですし、そんなことは別に政治家さんでも疑心に関わることは言うべきではないと私も思うんですけど。そうですよね。はい、人の命を軽んじすぎてますよ、ね。本当ですよね。嫌いだとかね、政策に反対なのはいいけど、死ねはね。そんないいじゃないですか。はい。人のね、人それぞれ考えはある。はい、ただ、やっぱり、精神に関わるようなことを、そうですよ。言うべきではないですよね。うん、常識人として。本当そうですよね。でもまあそういう、そういう人らは、反社会勢力の北朝鮮とか、ロシアに行くべきですよ。いや、本当ですよ。で、そういう、まあ、安全地帯にいてね、まあ、総理に死ねっていうことを書こうが言おうが、取り締まりもないし、で、そういう中にいて、そういう、なんていうのかな、人を殺さないでくれっていう勇気ある発言が、刑務所送りになる国をかばう人が、日本にいるじゃないですか、未だに。未だにですよ。いや、本当にね、はい、何を考えてるのかわからないんですよ。そういう人らって。本当にその先には、台湾、日本っていうふうに、危機が迫ってくるっていうのがわからないんですよね。どう考えても、かばいようがないと思うんですけど、その早くウクライナがね、まあ言ったらその、抵抗をやめたらいいみたいな。いやいや、侵略をやめたらいいって、まずそこでしょって思うことが。逆じゃないですか。ね、そうですよね。だから。ウクライナが抵抗するから、戦争が長引くんや、相手ね。びっくりしますよね。はい、青か、言うて。もう撤退したら、お心臓すぐ終わるやん。そう、出ていけいう話ですよね。勝手に入ってきたものが。ほんまにおかしな、そういう、本当におかしなねじ曲げられた言論っていうのが、やっぱ未だに続いてますか、どうですか、ちょっとはマシになりましたでしょうか。いやー、高崎さんの感覚とは。ちょっとマシになったような感じもするんですけど、はい、依然としてやっぱりね、その、有識者のもう、お偉いさんたちが、はい、そういうことを言うものやから、まあ、その人らを信用してる人っていうのは、ねえ、あの人が言うてんねんから、正しいわ、テラポンって。いや、あの人が言うてんねんから、正しいわって。いくらねえ、ねえ、もう。そう、言ってますよ、ね。ああ、そうですか。まあ、ある意味、その人の、盲信してるのか、その人のせいにして自分も言いたいことを言ってるのか、どうなのか、ちょっと私にもわからないんですけどね。まあ、9割、ウクライナの味方、1割、ロシアの味方っていうような、なんかその間違った人が1割ぐらいいてるような感じはしますね、僕は。ああ、そうなんですね。はい。そうですよね。だから日本でも今、投開票、あと、ね、票の開票進んでますけど、日本で唯一、はい、避難決議で全会一致にならなかったのは、令和新選組っていうところのせいだったんですけど、そこも、なんか議席が1は取れそうみたいな感じでね、出てましたもんね。取らしたらダメですよ。ダメですよね。恥ですよね、本当に。もう本当にね、日本人の恥ですよ。でもやっぱり、この、まあ、1億2000万の人口の中、1億人ぐらいが、1億人近く、まあ、ね、有権者だと思うんですけど、その中の何パーセント、1%か2%、まあまあ、ね、頭のおかしな人が。天の邪悪なんでしょうね。人が言うてることと違うことが言って、それを、じゃあ目立つじゃないですか。はい、みんなね、9割以上、こっちは言うとって、違う方向を言うたら目立つじゃないですか。それを、なんか、楽し
んでるような感じ。実際の嘘かほんまかも分からへんねんけど、はい、そういうふうに言うたら目立つので、それが心地いいんやろうね、その人には。もうね、よっぽどの変わりもんやとは思うんですけどね。本当に。もう、拉致被害者のことに関しても、はい、絶対そんなことしてないとか、昔ね、社会とかなんか、おばちゃんが言ってたじゃないですか。言ってました、言ってました。あるかよな、ほんまに。でもね、今回はもうその社民党はどうやら、うん、もう党としてはもう、なくなりそうって言われてるんですけどね。やっとそこまで来たかっていうところなんですけど。いや、違うね、意見を言うって、言う党があるっていうのはいいんですけど、やっぱり善と悪かっていうのは、はっきりさせないといけないですよね。ねえ、それと悪の方に味方するような党は、やっぱりちょっと、国民の声かなんかで、あんまりそういうことを言わん方がいいよとか。ねえ、はい、みんな応援せんようにするような感じにしないと、悪のことを堂々と言い張る人、今まあこのロシア、ウクライナの件に関しても、はい、悪の見方をして、それを当然のように、言うてるっていうのは、ちょっとなんかおかしいかなって僕思うんですよね。いや、もう、ね、意見が違っても常識とかの範囲ですよね。さすがに。そうです、はい。はい。人間のやっぱり常識ですよ。うんうん、やっぱり人が殺されてんねんから。そうですよね。それを擁護するっていうのは、どういう考えかっていうことですよね。怖いですよね、本当に。はい。TW レックスさん、今お話していただいているの、高垣文也さんがお話、TW レックスさんじゃなかったかな？うん、そうです。はい。ウクライナが負けたら次は台湾と我が国が危ないですね。本当そうですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。TWX さんが言ってる、その通りなんですよ。うんうん、ロシアがやってるこんな、まあ言うた犯罪行為を、そうですよ。正当化してしまったら、負けてしまうんですよ、この正義側が。うん。ねえ、まあ、恐ろしいことですよ、本当に。正直、私は、まあまあ、皆さん、ね、どう思われたか、安倍元首相が、まあ、銃撃されたということで、プーチンさんからも、遺族の方、お悔やみの言葉が届いたみたいなニュースを見たんですけど、どの口が言うんやと、正直。いや、まあ、ね、はい、あの男は、はい、詐欺師ですから、そうやっとったら人気が上がるかなと、そういうふうな計算して、そういうお悔やみを送ってるんですよ。ねえ、何もそんな、全然、ヘトも思ってないですよ。お悔やみなんか思ってないですよ。ねえ、まあ過去になんか20回ぐらいは会談してるから、うん、まあ、何回もあってるから、まあ、かわいそうにと思ったのかもしれないけど、いやいや、それを言う前に、あんた早ウクライナから出ていけよって、毎日あんたの命令で人が殺されてるやないかって思って。そう。よくそんなね、お悔やみの言葉なんて言えたもんだなって私は思ったんですけど。まあまあ詐欺師ですよ。ねえ、本当ですよね。はい。まあ6月29日に、NATO の、まあ会合があったんですが、スペインのマドリードで、はい、はい、首脳会議が行われました。はい、で、日本からもね、岸田首相も参加しまして、はい、まあ、最初はですね、NATO への反発からっていうのも、ウクライナへの侵略の、動機の一つだったんですが、とうとうプーチンさん、本当に NATO に利する行為をしてしまったというか、もうどんどん、首が締まるようにっていうふうに、NATO の首脳宣言は、もうロシアに対してはもうはっきりと敵対するというふうに。で、また部隊の増強ですね。はい。もう今よりも部隊も増強するし、ウクライナ軍への支援もするし、ということで。はい。はい、まあ、本当にバカだなと思うんですが、もっと早くしないといけない。もう8年前から侵略してきてるんですからね。そうですね。あの時に手を打っといたら、今回はなかったんですよ。確かにそうです、本当に。
まあ、日本だとのアジア太平洋地域とのパートナー国との関係強化、まあ、パートナー国にロシアが入ってるんですけどね、実は。はい。ロシアのウクライナ侵攻を強く非難して、増強するんですね。30万だったかな。はい。はい。はい。まあ、徐々にね、ゆっくりゆっくり、いい方向には進んでるとは思うんですけどね。もっと早よせなあかん、本当に。僕らはやっぱりね、一日一日、これ明日生きるか死ぬかっていうような状況なんですよ。どうして、すいません、素人の質問で申し訳ないんですけど、はい、首都のキーウに何度かこう、時々、ミサイルが飛んでくるのはなぜなんでしょうか？いや、まあ、威嚇ですよね。威嚇と、あと、まあ、そういう、この間、やられたとこっていうのは、はい、まあ、大体週に1回、そうやね、10日に1回くらい撃ってくるんですよ。うん、ね、そうですよね。うん。何かこう、嫌がらせで撃ってくる。そんなに、あれなんですよ。撃ってくるのに、撃ったから言うて、ウクライナがダメージ受けることもないんですよ。はい、でも、まあ、一人と二人を殺して、嫌がらせですよね。見せしめというか。どんどん国外避難者を増やしたいっていう、そういう考え方もあるんですかね。まあ、それもありますし、この間撃ってきたのは、国連じゃないか、G7 か。はい。なんか、そういうふうな集まりが。はい、はい。ですよね。あの時、なるほど。どっかの首相が来た時とか撃ってくるんですよ。前も国連のね、人が来た時も撃ってきたんですよ。ああ、そうでした、そうでした。はい。なるほど。そういう関連性があると思うんですよ、ね。もう北朝鮮がですね、米韓軍事演習してる時に撃ってるのと一緒ですね。いや、そうですよ。ねえ。なるほど。反射、ね、反射は考えることが。わーんと吠えるのと一緒ですよ。なるほど、なるほど。一緒ですか。うん、嫌がらせせずにおられないですね。もう、ウクライナはこれまでに国外避難した人がもう600万人を、超えていて、避難生活を送っている人が800万人以上というふうに報道されてるんですが。すごいですよね。大都市の、大都市が何個も、ね、消えてしまったみたいな感じですよね。いや、本当そうなんです。800万人の、そのね、避難者ってものすごい人数じゃないですか。ちなみに、聞いていいですか？はい、今、高垣さんが住まれてる、首都のキーウでは、はい、水道とか、ガスとか、電気とかの方は、一応ずっと通じてるのは通じてますか？それはずっと通じてるんですよ。そうなんですね。はい。一番、被害を受けたのは、ガスタンクやられたんですよね。はい。それで、ガソリンがないんですよ。あ、はい、なるほど。前も言われてましたね。ガソリンがないと。はい。ガソリン、未だになくてね。あ、未だに。遠出とかするのに。大変ですか？ 10リッターしかとか20リッターしか売ってくれないんですよ。言ってましたね。何回も並び直さないとダメなんですよ。うわー、そうですか。もうそこはもうガソリンスタンドの場合はもうずーっと渋滞というか行列が続いてる感じですか？皆さん並んで。一時はね、もう2時間ぐらい待ってましたよ。はい、いやー。1回入れるのに、10リッター、20リッター買うのに。わー、きついですね。だから、買ったら後ろに並び直すんですよ。だって20リットル入れてもね、しょうがないですもんね。それで帰ったらね。そうなんですよ。遠出できないんですよね。確かにそうですよね。そうですか。今は2時間ってことはなくなったけど、でもやっぱり1時間近く並ぶ感じですか？いや、場所によって違うんですよ。はい、30分ぐらいのとこもあるし、10分ぐらいのとこもあるしね、その時間帯と、ちょっと離れたとこやったら、はい、スッと変えたりするんですよ。あ、そうなんですね。大体100キロぐらい離れたとことか、うんうん、キエフの中心からね、50キロとか離れたとこやったら、スーッと、田舎の方やったら、スッと帰るんですよ。あ、そうなんですね。はい、わかりました。あ、今ちょっと調べてみたら、大阪市の人口で275万なので、はい。もう大阪市3倍、3倍ちょっとですね。もう大阪市全員の3倍ですから、はい、どれだけの数の、人が避難民になってるかっていうのが、
そうそうそうでするような数ですよね。これは、キーウでだいたい200万人ぐらいやったと思うんですけどね。キーウもやっぱり首都だからたくさんいますね。札幌市よりも多いですね。はい、なるほど。はい。名古屋のちょっと少ないぐらいですね。それだけ800万の人たちが国外のこう地下とか、こう、まあ、みんなで集まって、各、まあ、なんていうの、地下の学校だったりとか、どうなんでしょう、安全なところに避難してると思うんですけど、そういう人たちの食料ってどうなってるんですか？まあ、あのね、はい、西側から、物資は送られてきた、もう、ボランティア、まあ、僕らとか、はい、あと、まあ、政府のボランティアの人とかが、配ってますよね。でもまあそんなん限られてあるからね、配るか。お腹いっぱい食べてたりはそんなんはできないと思いますよ。ちょっとずつ。配給みたいなのもちょっとずつっていうような感じだと思いますよね。そうなんですね。わ、気の毒ですね。いや、いっぱいあるんですよ。その被害を受けてるとこがね。だから、毎日毎日行けないんですよ。同じとこに。そりゃそうですよ。すいません。ちょっと、月さんから、シェリーさん、バカ排除してと。領域展開さんですかね。大丈夫です。ロシアと同じ戦勝国、アメリカが敗戦国、日本の各地に軍事基地を作っているのでって。書いてる方ですかね。まあ、何かの陰謀論に騙されてる人でしょう。そうやってね、一生懸命書いてますね、この人。たくさん書いてくれてますね。はい。高垣さんは、変なコメントが来たときどうしてますか？ YouTube で。いや、僕はね、はい、ずっとね、最初の頃はね、はい、もう、当然な本当のことを言うてるから、まあ、なんとか教えてあげて、うんうんうん、考えを直してもらおうって、だいぶやってたんですよ。ね。ずっとやってたんですよ。高垣さんらしい。だからもう、ブロックとかも知らず、せずに、どうぞ、おかしいと思ってる人来てくださいっていうような感じでやってたんですけど、なんぼ言うても聞かないんですよね。ああ。逆になんかもう余計なんかもう貼り付けてきてなんかもう、ね。必死ですね。まあ、必死になって抵抗しはるねんけど、何も言うてもね、まあ、従事者分かってると思うんですけどね、こんな、分かりきったこと。はいはいはい。僕が、一から説明せんでもね。でも、やっぱりなんかこう、相手してもらいたいんかなんかそんなやと思うんですよね。それ以外は、もう、工作員か、もしくは、はい。いっぱい行ってますよ、工作員、本当に。工作員なのかな、愉快犯なのかな。まあ、心の貧しい、ちょっと頭の弱い人なのか。ね、本当にね、なんかすごく調べ上げてる、頭のええようなことも言うんですよ。あ、そうですか。調べ上げてね。領域展開さんも頭の良さそうなこと書いてみたらどうですか？はい。みんながおおっと思うようなこと。ところがちょっとなんかずれてるんですよね。まあずれてる。あるんですよ。ずれ、まあ、まあね、考え方がずれてる人書くこともそれはずれますよね。はい、まあ、しゃあけど、ね、有識者の人もずれた人いっぱいいてるから、そういう人らが、まあね、そうですよね。そう、ばらまくせいで、こういう人らが、それを信用してまうんですよね。自分で考えられない人がね。そう。まあ、ある意味被害者ですよ、この人ら。いや、どうなんでしょう。私、まあ、無理やり話戻すわけじゃないんですけども、まあ、安倍さんがですね、銃撃された時も、まあ、ひどい言葉が、やっぱりちらほらと見えてくるんですよ、SNS は。いや、もう許せないね、本当に。ねえ、よくやったとかですね。まあ、その人が殺されてるのに。中国やったから、はい、なんかパーティーやってました。ああ、見ました。まあ、一枚だけでしたけどね、まあ、ありましたね。心が貧しいというか ね、本当に。
日本が地震になった時、どっか隣の国で、ね、お祝いしますって言ってた人もね、いたように。まあでも、それも本当に一部だとは思うんですけど、まあ何枚も何枚もあったわけじゃないんで。でもね、ああいうのを見ると、さすがにそういう人の死に対して、喜んだりする言葉がない分、私テレビの方がマシかなと思って、やっぱネットを見たくなくなってしまったんですね。もうこれちょっとネットが、そう、本当に。もうその前から、その、高垣さんと、お話しさせていただく前からでも、そのロシアの侵略が始まった時に、ほとんどの人は、なんちゅうことするんやと。ね、核持っとう国が、自分が、もう侵略しないって約束した、ブダペスト覚書ですか、そんなものも、保護にして、核で恫喝して、隣の国に全面侵略してくると、8年前からその一部の侵略はあったけど、それがずっと続いてて、何をするかと思ったら今度全面的に侵略してきたと、本当にこんなことが許されていいのかって、もう驚いてすごく衝撃だったんですけど、21世紀にもなって。そうだね。はい。もう。まあね、それを ね、もう、言う、人殺しを、殺すのは、悪いことやろっていうようなことを僕が言うたら、はい。それは全部ウクライナがやってるとか言うんですよね。で、なんでウクライナがやるねんっていうことやねんけど、話が合わないんですよ。通じない、全く。ウクライナがやってるっていうような妄想をしてるんですよ。変な人が言う、プロパガンダを信じた、有識者がそういうのはアホなこと言うから。僕もなんかナチに脅されてるとか言って、いうような人もいてますからね。アホやっていう、アホなこと言いすぎですよ。いやいや、もう本当なんか、ほとんどの人はそんなことはなくて、なんかおかしなこと言う人は悪目立ちするんだと思うんですけど、はい、でもやっぱり何人か続けてみると、どないなっとんや、みたいな気持ちになりますよね。そうですね。はい、なんかそのまあ、僕もね、ちょっと、この、ウクライナにいてたら、はい、日本の人がどう言うてるかっていうのは、ネットでしかわかんないんですよ。普段その周りの人に会えへんのでね。はいはい。だから、ネットやったら結構そういう人って目立つんですよ。なんか僕に、攻撃してくるような人がおるから、目立っていっぱいおるんかなと思って、これはちょっと、みんなにちゃんと教えたらなあかんな、とかと、いっぱい思ったことあるんですけど、まぶちさんとか、ああいう、ね、ランクの人らが言うてんのをこう見たら、はい、ものすごく非難されてんのを見て、ちょっと安心して、やっぱり、まともな人が多いんやな思って、あんまり言わないようにしたんですよ。うんうん、はいはい。いや、もう、まともな人はそんなもう、何を言うてんねんって思ってるんですよ、もちろん。で、まあ、その言ってる人たちも、多分、実際の、例えば会社だったり、家族の中でそんなこと言ってたら、何言っとんのアホちゃうのとか、ね、相手にされないからネットで、まあ、ちょっと頭のおかしい人たちが集まって騒ぐと、余計に目立つっていうことだと思うんですけどね。日本はそういう状況で、やというのは僕は大体理解できたんですけど、うんうん、ロシアにいてる人は、本当に信用してるんですよ。はいあ、ロシアにいる人はね、はい、そうみたいです。本当に信用してるんですよ。プーチンがやってることが正しいって。いや、支持率も、侵略前よりも上がってるそうですね。はい。だからね、うちは、うち弁護士いてるんですけど、はい、弁護士の親戚は、全部、ロシアに住んでる人多いんですよ。したら、うんうん、うちの弁護士のお父さんと、その親戚とえらい喧嘩するって言ってましたよ。ああ、そうなんですね。私が見たのは、やっぱ子供さんは、子供さんとか20代とか30代の人は、他の、ネットから、他の国の、まあ、自由主義国のニュースを見て、
そうなんですね。ロシア国で、国内で言われてるのは、もう明らかに、まあ、国のプロパガンダで嘘だってことに気づいて。そうなんですよ。若い人は気づいてる人多いんですけど、はい、年寄りでずっとテレビしか見てへん人っていうのは、テレビでは嘘ばっかし言うんですよ、ロシアではね。だからそれをマルキシ信用してもうて、はい、何をあんた嘘ついてんねんっていうようなことを、このブライナーの人に言うそうなんですよ。マルキシで信用してる。びっくりしますよ。侵略されたボルジャンガっていうところでもね、はい、入ってきた時の、侵略の軍隊の隊長が、うん、皆さん助けてきましたって言うんだそうですよ。あ、ね、前もね、言われてましたね、ポカーンとしてた、言うてね。はい。ですね、ちょっとなんか月さんが何回か連絡している。ですね、あのね、なんでそんな怒るの？すいません、月さんがすごい怒ってて。このコメントは不適切だなと思われる方は、ぜひ通報してください。その方が、私が NG にするよりも、他のツイキャスでこの人が、まあ、そういう荒らし行為ができなくなるので、キャスアカウント停止にするには、私が NG にするより皆さんに通報してもらって、キャスアカ番の方が効くので、ぜひよろしくお願いします。その方がいいと思います。うん。ちょっと皆さん、今聞かれてる方、この後、コメントの人ちょっと不適切だなと思われる方、通報してください。よろしくお願いします。はい、すいません。高垣さん、ごめんなさい、お話し止めて。はい。はい、ね、怖いですよ、ほんとプロパガンダって。そうですね。はい。うん、あ、なるほど、コメント録画中なので、良き天下さんの、こう言ってコメントが残るってことですね。はい。ボギー中佐が、録画してくれてますので、ありますよ、表現の自由。あるからあなたみたいな方がアカウント。あ、秒でやったと。あちびんさんありがとうございます。もうちょっとたくさんの人が やってもらう方がありがたいのですいません。通報の方よろしくお願いします。でもね、世の中には、高垣さん、陰謀論が好きな人がですね、陰謀論って言いますけど、まあ簡単にね。そういうですね、プーチンは光の戦士だみたいなことが好きな人って、やっぱりこんな、なんかこう、たくさんの人が亡くなって、街が破壊されてっていうものがね、流されてても、作り物だ、嘘だ、茶番だっていうふうに、どうしても信じられない人もいるんですよね。と考えられへんわ。なんか普通に考えたら、やっぱロシア悪いねんなって、あんま関心がなかったってそう思うと思うねんけどね。ウクライナのとこばっかしやられてんねんから、そんななんでウクライナの人がやるねんっていうことなんですよね。ナチがやったとか言って、みんなね、そういうふうに言うけど。もうおかしい。ナチがどうこうなんて言わなくなってますよね、今、プーチンさんね。とうとうね。で、言った本人が言ってないのに、擁護者がまだ使ってるというね。おかしな話ですよね。なんかこう、高垣さんのお話を聞かれた、視聴者さんが、ま、国の方にもこう、働きかけされて、子供さんのパスポートの方は進んだみたいなのをちらっと見たんですが。はいはいはい、はいはい。おかげさまでね、はい。進んだんですよ。ところが、まだパスポート取れないんですよ。でもまあ子供はパスポートいらないっていうのは、ちょっと言ってもらって、大使館の方に言ってもらったおかげで、はい、丁寧に、いつも偉そうに言う人が丁寧に、180度変わって丁寧に電話してきて、それでやっと分かったんですよ。あ、そうなんですね。パスポートいらないっていうのはね。ちゃんと言えへんから、はい、その人ね、いつも。はい、だから分からなかったんですよ。で、うんうん、話すんのも嫌なような言い方されたから。はい。うん。で、もう僕も、もう諦めて、もうこっちでみんなで一緒に、
愚かって諦めてたんですよ。ああ、そうですか。はい。でもまあ、なんとか解決はできたんですけども、うんうんうん、まだパスポートが、うちの嫁と嫁の母親の分がまだできないんですよ。あ、それはなぜでしょうか。いや、やっぱりね、うん、3月まではウクライナの行政が止まってたんですよ。はいはいはい、3月いっぱいは。はい、ところが4月になってから、行政が動き出したんですよ、ウクライナのね、ロシア軍が撤退してから。はい、でも、そこに、ずらーっと、皆さんがね、やっぱり海外に出たいからパスポート取りに集中したんですよ。だからいっぱいで、順番待ちが長く、なるんですよ。そうですよね。でも、まあ、大使館の人は、それは3日、5日でできますやろって、そういうような言い方、何にも分からへんやね、言うんですよ。もう、申請されてからは、どれぐらい経ってますか？2ヶ月半ぐらいですね。あ、そんな待ってるんですか。あとどれぐらいで行けますみたいなことは教えてくれないですよね。あと4、5日でできそうやったら聞いてるんですか、ね、あ、そうですか。もしそれ以上また伸びそうでしたら、はい、私もちょっと知り合いの国会議員さんとか、こう、つてたの、たどって、こう、ちょっとお願いさせていただくので。あ、ありがとうございます。はい、また言ってください。これ、ウクライナの行政やから。はい、日本政府からいくら言っても、しょうがないのか、そっか、日本の大使館がせかすっていう問題でもないんですね。なるほど。ありがとうございます。いえいえ、すいません。もう大変ですね。本当に。だからもう、諦めてたんですよ。もう逃がされへんな、思って。高垣さんの奥様ね、綺麗な奥様は、まあ、日本語ちょっとぐらいは多分、高垣さんから聞いて、少しぐらいは理解されると思うんですけど、奥様の、はい、お母さんは、日本語、全然ダメですよね。いや、全然ダメですよ。うちの嫁もほとんど喋れないですよ。はい、あ、そうですか。はい。こんにちはとか、そんなぐらいですよ、うんうん。はい。あ、そうなんですね。あ、ちょっと待ってくださいね。子供も全然喋られて、はい。あ、すいません。私は NG にしてないので、領域展開さんのアカウントが出てこなくなったのは皆様の、通報のおかげです。ありがとうございました。もう他のツイキャスも荒らしに行けなくなったと思うので、あのアカウントではね。はい。よかったです。すいません。ありがとうございます。はい。ごめんなさい。はい、高垣さんお話し止めて。お母さんはそれでも日本の方にやっぱり娘さんと来られる方がいいというふうに考えられてますか？お母さんはもうやめとこうかと、あんまりにもちょっと時間もかかるしっていうことで。ああ、そうですか。うちの嫁と息子お二人を、はい、うん、この三人を日本に行かせたいなって思ってるんですけどね、うんうん、もう今。日本はウクライナよりも、そのね、夏はちょっと厳しくて暑くて大変なんですけど、その点は、いやいやいや、もうそんなんね。治安的にはね、そうそうそう。はい。持ってくるのに比べたら だいぶマシですよ。そりゃそうですよね。大ところか。うん。いや、もう、高垣さん自身もね、うん。まあ、ちょっと会えなくなるけど、もう命の保証がある方がいいですもんね。そうです。ね。暑かろうが寒かろうが、その方がマシな。まあね、それはそうですけど、今ね、九州応援隊さんが、高垣さんちゃんと寝て食べられてますかというふうに、高垣さん自身の、はい、九州さんは。はい。心配されてますが。また食べてます。ありがとうございます。キエフは、今のところ、ロシア軍が撤退してるので、はい、まあ、定期的のね、週一回撃ってくるミサイル以外はないんですよ。だから、まあ、そのミサイルに当たったら、まあ、これ、まあ、運が悪かったなっていう感じなんですよ。いやいや、一週間にとか、10日に1回撃ってくるっていうだけでも、とんでもない話なんですけど。とんでもない話なんです。それがまあ、この国ではもう日常茶飯事ですよ。でもね、最初に2月の24日に、まあ、全面侵略が始まって、最初は、その、停戦のな、ためのお話し合いなんかも、何回かあったじゃないですか。はいはい。はい。で、2日でね、陥落できるみたいに、まあ、ロシアは言ってて、それが1週間過ぎて、1ヶ月過ぎて、今はもう、今年中に、まあ、
終わることはないみたいなことまで言われてて。高木さんも、ね、僕はもう覚悟してましたよ。いや、ロシア軍がこう攻めてきたらどういうふうにして抵抗しよう、うん、まずだから僕は志願しに行ったんですよ。ああ、そうですか。だから、その時ね。ロシアがこうって攻めてきて、ね、何も持ってへんかって、ね、うん、なるほど。バットも、この国野球せえへんからバットもないんですよ。ああ、そっか。だから、はい、どうしようかな、思って、身も守るためと。このとこかな。うん、うん、うん。で、まあ、志願しに行ってんけど、今、武器がないから、返されたんですよ。なるほど。で、もうそろそろ来るやろなっていうので、もうね、うん、覚悟してましたよ。ああ、そうですか。はい。もう、激しかったもん、攻撃が。毎日もうね、バンバン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 やったからね。ね、そうでしたね、最初はね。はい。で、まあ、うん、今は一応、1週間か10日に1回ミサイルが飛んでくるという形で。うん、そうですね。今はもう、東の方に行っとるから、つい、昨日、おとついまで、ハリコフの方にいてたんですよ。はい。はい、ハリコフは今、ひどい状態になってますね。もうね、どこまで続くかわからないですけど、もう、天文科学的な数字だと思うんですよ。この破壊された街、インフラから何からですね。まあ、ハリコフの方なんかはもう電気とかもつかないような状態ですか？いや、そういうこともないんですよ。あ、そうなんですか。電気通ってる。電気通ってるとこもあるんですか。はい。うん、電気も通ってるし、水もあるんですよ。あ、そうなんですね。まあ、ちょっと離れたい。はい。うん。ロシア軍に、はい、占領されてるとこはもう、インフラを潰してるので、うん、そのあたりはもう全然水も電気もないんですけどね。はい。この、うん、占領してるとこ以外は、はい、ただミサイルをどん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 撃ってくるだけなんですよ。ソルシャーでのミサイルが量が多いんですよ。ねえ、昨日と違って。びっくりするほど備蓄してたんですかね。ものすごい数ですよね。本当に。もう本当にね、何千というふうに持ってたんですね、ロシアは。でも以前のキエフに比べたらまだ数は少ないかなと思うんですよね。そうですか。僕が3月におった時はもっとひどかったと思うんですよね。なるほど。うん、はい。うん、高垣さん、その、まあ、はい、本当でしたら、その、ウクライナでお仕事されてたんですが、もう、今この状態でね、はい、当たり前ですけど、お仕事できない。はい、で、まあ、子供たちのところに、まあ、支援物資を届けたり、笑顔がね、戻るようなボランティア活動を続けてらっしゃるんですが、高垣さん自身も、その、経済的にももう、本当に、厳しいと思うんですね。収入当たり前ですけど、なくなってしまってるので。まあ、はい、ね、本当、以前のように、はい、レストラン行って好きなもの食べることはできないですよね。いや、ですよね。ね、そう、ね、僕も、もう近くにコンビニがありまして、はい、はい、韓国製のラーメンがあるんですよ。へぇ、でも高いんですよ、結構。高いんですか？日本、はい、うん、200円するんですよ、1個。うんうん、それが、ごちそうなんですよ、今。それカップラーメンですか？カップラーメンじゃないんですよ、袋麺みたいな。普通の袋に入ったやつなんですけど、はいはい、日本やったら50円か100円やのはずやのに。5袋入りとか安いのが、ね、300円切ってますよね。まさか辛ラーメンって書いてる人言いますけど。まあ、辛ラーメンみたいなやつとかね、あるんですよ。はい、ちょっとに、まあ、違う、名前は違うんですけど、うんうん、キムチラーメンとか言ってあるんですよ。なるほど、ハンドル書かれてるんですよ、ね。日本のによく似てて、美味しいんですよ。へぇ、200円もするんですね。はい、で、それを、まあ。200円もするんですよ。ああ、それを、じゃあ、まあ、家で茹でて食べたりとかして、ちょっと、そうなんですよ。食費浮かされてるんですね。うん、なるほど。そうなんですよ。それと、まあ、ご飯をね、こっち側でもご飯売ってるんですよ。で、ご飯を炊いて、ご飯とラーメンを食べるんですよ。そっか、まあ、ホットドッグですね。あれはもう1日3回ぐらい食べます、ホットドッグ。国民の皆さんよく食べる感じですか、ホットドッグは。他の国民の。いや、そうですね。うん、ホットドッグっていうのは、日本で言うたら、普段食べる。
おにぎりみたいな感覚ですかね。うん、おにぎりみたいなもんですよ。うん、ああ、そうなんですね。へえ、うん。コンビニに売ってるんですよ、うん、うん、なるほど。じゃあ、小腹が空いたらみんな食べるみたいな。はい、うん、まあ、僕は昼飯とか朝飯はホットドッグなんですけど、ね。ああ、そうですか。へえ。それを。まあ、安いんですよ。100円ぐらい。あ、それは、本当おにぎりみたいな感覚ですね、日本は。はい、はい、うん、そうなんですよ。なるほど。はい、その野菜とかフルーツとかの新鮮な食べ物はちょっと手に入りにくくなってますか？いやいや、あるんですよ。それはあるんですよ。そうですか。はい。うん。あることはあるんですよ。うんうん、ところが、やっぱりね、あんまりそんなんばっかし買ってたら、うんうんうん、無駄遣いになるんですよ。いや、でも高垣さんの体が心配なんでね。はい、うん。でも、あれですよね。どこの国でもそうですけど、農家さんっていうのは普通、都市じゃなくて郊外にあって、そういうところがこうね、野菜を出荷するのもガソリン使って遠くからトラックとか乗せて運んでくるんだから、なかなか出荷も今できなくなってるでしょうしね。うん。そうですよね。値段がね、はい、今上がってるんですよね。ただでさえもみんなお金ないのに値段上がってるんですよ。うん、ああ。いや、もう、これは、高垣さん、なんかないですか？何かこの、ボランティアの人たちが助かる方法っていうのは、私たちが、高垣さんが、まあ、ツイッターとかでトップに上げてくださっているところの寄付以外に、何か他にないんでしょうか？まあ、本当に、まあ、できひんことやねんけど、ロシア軍に出て行ってもらうことが一番なんですよね。だから、皆さん、やっぱそういう声を上げてもらいたいんですよ。もうそんな気違いみたいなこと言わんと、ね、僕はもう助けてほしいんですよね。私、本当にこう SNS の中で、ひどいことを言ったり、心のないことを言ったりする言葉が、あるのを見て、こう、SNS から、なんていうのかな。わ、こんなもの見たくないと思って離れていくと、そういう人たちだけが余計に残る、続けるじゃないですか。で、その人たちを、そういうことを言うなだったり、それは嘘だっていう人が減っていくと、まるで、そういうことが、騙されるというか、本当かのように思う人も中には、一人二人って増えていくのも、やっぱり問題だから、見たくないとか言って逃げるんじゃなくて、そういう嘘をつくんじゃないよっていうふうにこう、なんていうのかな、通報したり、まあ、直接対峙しなくても、そういう勢力を潰していくっていうことは大事でしょうね。やっぱり。嫌なんですけどね、つい。何を疑うことあるんかなと思うんですよね。僕、ここにいてて、そのままのこと言うてんのに。はい、何を疑うことあるんかな、同じ日本人やしね、僕。うんうん、だから、僕、別に外人が言うてるわけじゃないねんから。本当ですよね。何も騙されてるわけでも何でもないし、僕はね。これ見たままのこと言うてるだけやのに。だからもうそういう日本でもう一丸となってロシア悪いですということで、はい、みんながやっぱりロシアをなんとか対峙する方法っていうのを一丸となってやってもらえるっていうのが僕としたら、一番の望みですよね。世界がそういう声が大きくなって、もうロシア悪いというのでもうロシア国民にも分からせて、明らかに悪いねんから、どう考えてもええことなんかあらへんねんから。それでも無理くりかばいたい人はかばうんですから、すごいですよね。おかしいね、本当に。まあ、フィンランドとスウェーデンの申請加盟が認められるということで、もうロシアはどんどん NATO の拡大を助けるようなことをしました。で、ロシアは最大、かつ、隣接の脅威と。はい。もう、ここまで言われてなかったのに、もう、ね、本当にロシア対 NATO という大きな図式ができて、その NATO がどんどん拡大していって、はい。もうプーチンはもう本当に、ロシアの中でも、後世、こいつは悪い奴やったっていうことになりますよ。いや、そうだと思います。いや、ならんとおかしい。ならないとおかしい、本当に。
本当に。もうどんどん孤立していって、まあそういう意味ではロシアの国民で別に支持してない人は本当に気の毒だなと思うんですけど。うん、気の毒。ねえ。ね、ウクライナにこういうふうにもう、力でねじ伏せてやろうと。うん。もう無理やり言うことを聞かせようとしている国を絶対許してはいけないというふうに、まあ、自由主義国では、団結して頑張っていかなければならないです、ね。そうなんですよ。それを団結してやることによって、うん、ね、隣の悪い国は、あんまり手出さないようになってくるんですよ。そうです。それ、その世界の動きを絶対中国は見てますもんね。見てます、見てます。うん、今ずーっと見てますよ、ね。習近平はずっと見てますよ。はい。どうやってアメリカが対応しよるかなっていうのを見てますよ。はい。で、うん、日本がですね、ロシアから輸入している、はい、ものってほとんど大したことないんですよ。うん。これじゃないな、どこやったかな。3% ぐらいなんですよね。はい。もうね、肉を切らして骨を切らないとダメですよ。本当に。うん。自分らもちょっと痛いやろうけど、敵をもっと痛くせないとダメですよ。はい。これですね、皆さんちょっと見えますか？これはですね、ロシアが、原産の油、あと、天然ガスですね。この依存度、日本って 3.6% なんですよ。この程度なんですよ。これがね、もう、見た通り、サウジアラビアには 39.7。はい。あと、UAE ね、には、34.7。もうここまで依存しているので、これがなくなるってなると、これが禁輸されるってなったらもうちょっとゾッとするんですけど、たかだか 3% 台ですから、はい、もう、そういう意味では日本はもう、ヨーロッパ諸国よりもずっとロシアに強い姿勢で臨めると思いますし、はい。はい。うん。なんか、今回。私はロシアの、ツイッターでね、ロシア政府に、はい、子供が亡くなった、写真を載せて、ちょっと確かにね。はいはい。書かれてましたね。うん。ねえ、ほんとですね。それをね、同じロシア語で書いて、気づけっていうふうに、僕、載せてるんですよ。コツ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 と。あ、そうなんですね。なるほど。はい、うん、まあ。でもね、まあ、これぐらいですから、まだ日本は随分マシなんで、で、まあ、ロシアへの非難をね、きつくやってきた、ね、日本にしては結構迅速にきつくやってきた岸田政権、自民党、ちょっと今回の参院選も議席を伸ばして勝ってますし、国民の支持をされているということは、やっぱりほとんどの人は、高垣さん、私たちと同じ感覚の人がほとんどですから、はい、そこはもう本当に安心してください。はい。高垣さん、ちょっと残念ながら今回は選挙はさ、ちょっと国外参加はできなかったんですか？いや、できないですよ。もちろん、ポーランドまで行って投票しないといけない。あ、そうなんですね。ウクライナの大使館はポーランドに逃げてますからね、ずっと。あー、そういうことですね。なるほど。ポーランド。日本政府ぐらいですよ。ウクライナに帰ってきてないの。え、そうなんですか。そうなんですよ。大使館ですか？他の、まあ、韓国とか、はい、韓国とかアメリカとかもちろんイギリスとか全部帰ってきてますよ。え、キーウに帰ってきてますか、大使？うん、帰ってきてますよ、よその国は。うわぁ。そうなんですね。日本の国だけぐらいですよ。未だに。ほんで、なんか、賞を持ったらポーランドまで行かないといけないんですよ。え、韓国でさえ帰ってきてるんですか？帰ってきてますよ。もう5月の5日に。うわ。5月に帰ってきてるのに、6月過ぎて7月なんてのに、日本まだ帰ってきてないんですか。ちょっとこれは恥ずかしい。そうですか。まあ、軍隊持たれへんから、そういう意味で、帰って来られへんのかもしれへんねんけどね。いやー、でもそこ、そうですか。ありがとうございます。貴重な情報を教えていただきました。官邸に、メール。と言いますか、電話と言いますか、苦情を伝えたいと思います。はい。必ずやります。おかしいですよね。だ
だから僕らなんかそう思ったら、いちいちポーランドまで行かないといけない。しかもポーランドまで行くのに、はい、あれですよ、飛行機ないもんやからバスで15、6時間かかって行かないといけないんですよ。うわぁ、それは本当に大変。いや、それでなくても、冷たいじゃないですか、日本に家族をね、避難させたいって言った時でも、パスポート取ってくれだったり、前回もね、なんちゅう対応やって思ったんですけど、大使さえ帰ってきてなかったら、首都にいても大使館はじゃあ空なんですね。いや、空ですよ。誰も言ってないし、よそのとこはみんな帰ってきてるのに。うわぁ。じゃあもう、ウクライナ在住の日本人、ほったらかしですね。外務省、ちょっとね、情けないなって思うんですよね。わかりました。ありがとうございます。皆さん、今日、高垣さんのお話聞いていただいて、はい、日本の外務省何やっとんやと、早くもう他国も帰ってきてるんやから、大使返せよ、外交官返せよというふうに、メールとか、電話とかできる方、ぜひ、よかったら、要請の方よろしくお願いいたします。はい、情けないですよ。何もできないんです。本当ですよね。はい、だからいや、もうね、鑑定メールでぜひ皆さん、よろしくお願いします。私もやりますので。はい。すいません。もう、とにかく、前回も高垣さんとお話してて、本当にもうこういう、ね、反社会、もうヤクザのようなこういう反社の国ならずもの国家。ヤクザですよ。ね。マルピシヤクザですよ。もうこういう。考え方から行動からすべて。まだヤクザ、日本のヤクザの方が人気があって、マシですよ。だから、そういう国を、もう、隣に持つウクライナと日本は同じですから。同じです。はい。もう本当にそうです。はい、でも日本はその上ですね。ウクライナはまだ北朝鮮にね、ま、国境接してないけど、日本は近いですし。はあ、中国もありますし、本当に。はい。もう、絶対に対岸の火事なんかじゃないですから、もう自分ごとと考えて、ウクライナの今のね、はい、本当にもう、とんでもないもう。状況がね、ウクライナと、ロシアの関係と、中国と、台湾の関係とよく似てるんですよ。似てますよね。そっくりなんですよ。国として認めてないところもね、うん、あ、いや、ウクライナはマジだけど。ああ、もちろん他国からはね、国連の加盟国ですから、国として認められてる。ロシアだけが認めてないというか、はいはい、そうです。ロシア勝手な考えしとるだけなんですけどね。うんうんうん、ロシアだけが。はい。はい、確かにかん、ね、環境が似てますよね、本当に。まあ、地続き。だからそれを、もう本当によく考えてもらって、これを正当化したらダメやということを皆さん、まあ、僕何回も言うてるので、皆さん、分かってはると思うんですけどね。はい。はい。もう、いろんな人がいろんなこと思われてると思うんですよ。で、今回の参院選でも、それほど憲法改正に対してですね、というかまあ、日本がしっかり、軍事拡大していくだったり、まあ、自衛隊を軍にしていくだったりということを、公約にして言ってた方っていうのは少ないんですけど、まあ、もう、国民はね、もう望んでるからこそ自衛、まだやっぱり自民党頑張れよと、なんとか、なんとかしろよっていう気持ちで、勝たせたんだと思うので、ちょっとでも、マシになっていくように。そうですよね。ね、まあそういうね、本当言うたら軍とか、はい、ね、核とかそういうのを増やすって言ったらダメなんですよ。ダメなことや。もっと減らしていかないとダメやねんけど、こういう、ヤクザ国家がある限り、それがなかったら守れないんですよね。うん、うん、そうです。うん、はい、もう、いやー、ダメなんですけど、まあ軍事力イコール、外交力みたいなところありますね。そうなんですよね。よその国は日本人の考えと一緒じゃないんですよ。はい。うん。正義は違うんですよ。また国によってね。ね、話が、ね、話をしたら分かるんだ。対話が大事だって、そんなもん話が通じる国が。そんなお前やってこいよ、ね。本当ですよ。本当ですよ。本当そうですよ、うん。ありがとうございます。すいません。たくさんお話していただきて。はい、高垣さんのツイッターの方、ぜひ皆さん、フォローしてください。で、高垣、月さんよかったら、ちょっと高垣さんのトップの、
講座の方、何回か貼ってくれ、本当におもちゃ持ってニコニコして、どれほど嬉しいか。ありがとうございます。住石 SBI 武道支店。はい。688-9521、高垣文也さんまで、温かいご支援、よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。高垣さんにね、送っていただいたら、例えば、はい、その、武器にしたくない、ね、自分の送ったお金が武器になり、するのは嫌なんだみたいな人も、まあ、中にはいると思うんですよ。まあ、私は武器っていうことが、その、守るための武器もあるとは思うんですけどね。はい、まあ、でも、高垣さん。まあ、僕の武器は、子供のおもちゃとか。ねえ。そういうようなものですから、はい。お菓子とかね、甘いものを食べると子供たちが本当に喜ぶんですって言われてた。あ、ネットバンキングでも送れるそうですので、ネットバンキングだったらもう今 SNS でね、すぐにできますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい。セイラさんありがとうございます。ちょっとでもいいので寄付して差し上げてください。ありがとうございます。高垣さんすいません。長い間お話しいただきまして、はい、ありがとうございました。はいはい、どうも、はい。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。はい。失礼いたします。失礼します。ありがとうございます。はい。切れたかな？はい。高垣さんお疲れ様でした。ありがとうございました。一週間から10日に1回ね、爆弾飛んでくるんですよ、ミサイル。もう自分の住んでるマンションにね、とか、まあ、隣のマンションに飛んできて自分が負傷したり、まあ、下手したら、命がね、なくなる可能性もあるし、こうやってボランティアでね、子供たちに、おもちゃとかおやつとか子供の笑顔が戻るようなことをしてる時の途中でも、ちょっとね、高垣さんも辛いかなと思って、ちょっと触れなかったんですけど、これ高垣さんが乗るはずだった車ですよね。はい。こうやってミサイル攻撃にあって、もう亡くなられた方がいたりとかですね、大怪我されて、足の切断をね、された方もいた。高垣さんが乗るはずだったって。で、たまたまその、席が乗るつもりだったんだけど、空いてなかったから乗らなくて、乗ってたら、もう間違いなく自分も大怪我してただろうって言われてましたから、本当に、このね、写真がね、もうこの足の傷がね、でもこの方すごく、ニコッと笑われて笑顔なんですけど、ね、このちょっとね、アップにしたら、ボルトがね、たくさん入ってますね。本当に気の毒な。まあ、安倍さんがね、ああいうふうに、安倍元総理が銃撃されて、ものすごく、まだやっぱり国民、の皆さん同様もされていらっしゃるでしょうし、大きな喪失感、もう、その、いなくなってしまったんだっていう、この世の中に、安倍さんいなくなったっていう大きな喪失感、味わられてると思うんですけど、まあね、それだけたくさんの人にこう、印象が、深く残った日本のために8年8ヶ月も、総理大臣としてね、世界中飛び回って、安保法制だったりいろいろ頑張ってね、やってくださったっていうことで影響力が大きい方が亡くなってすごく、まあ、皆さん悲しまれてると思うんですけど、まあね、そういう有名な方ではない一向こうの民っていうのが、こうやって戦火の中では毎日のように命を失ってたり、大怪我をして足を失うだったり、ね、障害が残るような大怪我をしてたりとかっていうことが続いてるんですよね。ああいう、まあ、っていう銃撃で亡くなった衝撃が毎日のように、その悲しみを、まあ、他国のことだからとか、
ね、日本のことじゃないから、自分の家族じゃないからっていうふうに、こう、よそごとに考えるんじゃなくて、日本がそうなったって、いつそうなったっておかしくないんだっていうふうに思って、誰かのためを思って、その、自分の周りだったり、少しでも一人でも幸せになってもらえるように、役に立つように生きるっていうのが、まあ、人間の生きている証といいますか、そうじゃないかなと私は思うんですよね。自分さえ良かったらとか、まあ、自分さえ、無事だったらとか、それはやっぱりね、虚しいと思うんですよ。自分だけ安全とかね、自分だけは大丈夫とかね、自分の周りの人じゃなくても見えないところの人でも、それこそね、40年50年拉致された被害者の方々が泣いてる声を想像するっていうことが、で、あげれない被害者のために声を上げて助けるっていうことが、やっぱり無事というか、その拉致されなかった私たちは、それをやる側に回る、助ける側に回る、連れ去られていく人がいたら、助ける人がいてっていうことで、そういうふうにこう、助け合わないとね、安倍総理が銃撃にあったとき、私はすごく衝撃で、なんか涙が出そうなんですけど、出なくて、次の日にですね、菅元官房長官が長かったので、官房長官時代が長かったので、菅元総理ですね、菅義偉さんの、記事を読んだんですね。で、菅さんは、銃撃にあった安倍さんの元に、奈良の亡くなられた病院に向かわれて、夕方ぐらいに着いてたのかな。夕方の6時か7時ぐらいにまだ向かわれてるって言ってたのかな。奈良の方に向かわれて、で、司法解剖を待って、次の日に、新聞社のインタビューに答えられてたんですが、その時に菅さんが、あなたのね、普段言ってることとか、やってることは正しいんですよって、もう、自民党の、まだ会派も一緒じゃなかった時に、急に安倍さんから声かけられて、というのは、菅さんもその拉致被害者救出の活動をされてたんですね。北朝鮮に拉致された被害者の活動をしている菅さんを、安倍さんがあなたの言ってることは正しい、やろうとしてることは正しいですよっていうふうに、なんかお食事、お昼ご飯か何か誘われて、話したのが、安倍総理との、仲の始まりですっていうインタビュー記事を読んだときに、なんか、初めてね、私は車の中で泣けたんですね。あ、やっぱり安倍さんは、拉致被害者救出できなかったけど、まあ、結果は伴わなかったけど、本当にその思いは嘘ではなかったし、で、その思いがある人を本当に信頼してそばに置いてたし、このツイキャスに出ていただいた、その秘書官を務めていらっしゃった、井上義行先生もね、もう、選挙中もずっと拉致問題について訴えられて来られてました。やっぱり、北朝鮮に拉致された人を絶対忘れない、片時も忘れない、本当に何とか取り戻したいという思いは、安倍さんはずっとこう、お父さんの秘書官の時から持ち続けて、家族にも寄り添われて、嘘じゃなく、それはずっと思い続けて、で、そのことを訴えてる菅さんをすごく信頼したっていう、はい。そう、井上義行さんが比例なので、
当選、当確が出るのをね、私も待ってます。ツイキャスが終わっても、まだ決まってないんですけど、一応なんか比例17人か18人までいけるっていうふうに聞いてるんで、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、皆さん、ぜひ祈っててください。はい。で、山谷絵里子さんもね、当選されたということで、喜んでます。山谷先生、おめでとうございます。はい。でね、来週一応、一人語りでお届けしたいなと思います。すいません、もうちょっと毎週ゲストの方、お願いするのがちょっと厳しいので、そろそろ、月一回、一人語りで、やっていこうかなってことを先々月ぐらいからそうしてますので、すいません。来週は私一人でお話をさせていただきます。はい。またね、その次の週からゲストの方お願いしたいなと思います。はい。じゃあ皆さんまだ選挙の方、気になってらっしゃると思うので、はい。そう、山谷さん当選されました。よかったですね、本当に。あとね、青山茂春さんとか、ね、当選されたんですね。はい。あ、松原仁さんの一連の追悼のツイートに涙が止まらなかった。あ、テンポイントさん、それ私まだ読めてないので、読みますね。はい。もうね、なんかその、安倍さんのことを、やっぱり勝手に、なんかこうね、親近感持ってたと思うんですね。皆さん長く総理大臣されてたので。で、やっぱり亡くなってすごく、ああいう亡くなり方だったし、ショックでね、ネットを見ないようにしてたんですね。ひどい言葉を見るのが本当に胸が痛かったので、もちろんね、哀悼の、言葉を書いている人がほとんどだったんですけど、中には本当にひどいこと書いている人がいてね、ああいうのってなんか、なんとかならないのかなと思うけど、そういう発言の自由があるっていうことも、ね、やっぱりそういう強権国家じゃない証拠なんだろうなと思ったりもするんでね、はい。今日ね、ウクライナ在住の、高垣文哉さんからお話を伺いました。まだまだ本当に大変な状態な、中で、高垣さん頑張ってボランティアをされています。自分の食べるものまでね、節約されてということで、なんかね、辛いですよね、本当に。ね、はい、皆さんもしよかったらちょっとでも寄付を送っていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。ああ、そうそう、はい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、じゃあ配信終わります。ありがとうございました。Yeah.